イーコンセプションのエッセンシャルオイルにはこのようにフィルムがついています。これシュリンクフィルムっていうんですけれども、これは、輸送中の漏れを防止すること、それからあとはラベルを保護するという目的でつけています。で、10ミリの、エッセンシャルオイルの方はですね、シュリンクがここまで来てますので、キャップそのまま開けていただければそのまま使います。で、バージンリングはついていますので、開封していないということはそこでお分かりいただけると思います。で、5ミリの方はですね、このシュリンクフィルムがちょっとキャップの上までかかってるんですね。で、この部分を皆さんにお使いになる前にカットしていただきたいんです。キャップのすぐ下のところ、首のところにこうナイフを入れていっていただきます。このように一周ですね、くるーっとナイフを入れてください。自分の手を切らないように注意してくださいね。こうくるっと回します。はい、で、一周できたらですね、このキャップごと取れますので、回して外してください。この部分はですね、ハサミでこうちょっと切れ目を入れていただければ、キュッとこんな風にね、取れます。で、こうキャップをまたしていただいてお使いください。で、こうなりますとラベルをしっかり保護することができますので、汚れないで使っていきます。